なに広いっすよ。一人では。失礼します。わかります。恵庭にある北海道文教大学野球部、高橋陽一監督。この冬から選手寮に住み始めました。洗濯とかする日もあるんですか？いやもう洗濯はやらないと、溜めるのあまり好きじゃないんですよね。ああ。はい、溜めてどっさり干すとかっていうのはあまり好きじゃなくて。念願だった選手寮が完成。監督自ら寮の管理者として住み始めました。だんだん関わってるうちに彼らに勝たしてやりたいなっていう思いが出てきちゃったんですよね。その気持ちが出てきちゃったらもうやるしかないじゃないですか。そこが私を本気にさせた一つの理由ですよね。高橋監督はかつて率いた大学を全国ベスト4まで導いた名将です。今から2年前全国屈指の強豪校と言われるような大学に育て上げ、日本一という目標に邁進してまいる次第でございます。北海道文教大学野球部の監督に就任しました。さあ、はい、何回かかってんのよ。今誰が悪かったと思うよ。しかしチームは部員数わずか10人余りの小さな野球部。選手たちは試合で勝ったことがありませんでした。勝ちに行こうぜみたいな感じではやってなかったと思うので実際にそれなりの覚悟を持ってこちらに来てます。最初は交わることがなかったお互いの思い。それでもこのままでは終わりたくねえなって、しっかり成長してほしいなと思ってる。少しずつ選手との思いが一つになりました。札幌六大学野球リーグの一番下、3部だったチームは2部に昇格。新1年生も加入し、部員数は50人に増えました。去年11月、風の音の遠き神よの昔、狼を伏しく彼らと結びの御霊先を。結構向こう走ってると目立ちます。本当ですか、うん。グラウンドの横に室内練習場が出来上がりました。大学が持つ施設としては日本最大級。果たして選手たちの反応は。お願いします。早速練習スタートです。できたばかりの室内練習場、選手はもちろん監督も熱が入ります。去年春と秋のリーグ戦は共に2位で2部残留。冬場のチーム力向上が一部昇格の鍵を握っています。あの新しい室内練習どうですか？はい、すごい大きくて、でブルペンも素晴らしくて、もうこの冬しっかり鍛えれる環境がすごい整ってるなと思います。まあ、待ち焦がれてたやっぱり施設でしたので、これなきにしてはやっぱりどうしても私たちの目的と目標を達成できないと思いますので。はい、その一方で上級生の中にはチームを離れる選手もいます。
理学療法士の夢に向かい学業に専念するため引退したのです。高橋監督はその選択も温かく見つめています。これ懐かしくないですか。懐かしい。1年前のこれオーダーボードなんですよ。いやこれ、ね、彼らがいて、まあ、もう今があってっていう中で、そうね、本当そうなんですよ。そこをこう考えてもしょうがないので、今はこの今の1年生をねしっかり育て上げるしか私にはやれることがないので、はい、迎えた新年。最初のミーティングが始まりました。ここで4年間頑張った先にはどんな人生が待っているのか、またここをこうステップとして4年後にどんな人生を歩むのかというところを、もうそろそろやっぱり大学生になると考えていく必要性があるんじゃないのかなというのかな。2024年チーム目標、はい、鶴瓶。はい、このチームが日本一になるということが究極の目標であり、また普遍の目標である。2024年、組織の成長が求められる年、成長し花を咲かせる。2024年の目標は一部昇格、2年越しに望まれている目標、声を果たさない先、先には進めない。はい、この目標でブレはないかな。大丈夫。良くするも自分たち、悪くなるも自分たち、良くしたいんであれば自分たちが目いっぱい行動して成長してグラブで暴れまくりましょう。以上。名将高橋監督が就任して3年目の今シーズン、恵庭の町から大学日本一という最大の下克上を目指し、まずは道内の頂点を狙います。